はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編、じゃあ第2章から、やっていこうと思います。2章魔剣ガングレリ。あまり魔剣っぽい名前じゃねえな。白夜王国王都ウィンダム、結構城壁がすごいっすね。これなんだ、クレーターになってるぞ。水流されたら一発で終わんじゃねえかこれ。雨が降ってきたら大丈夫か。意外に深いな、こうやって見るとめっちゃ深いじゃん。一人走ってるし、なんだこいつ、早く来いよみたいな。おお、お前大丈夫か、重そうな鎧着て死にそうじゃないか。よく来たな、ミカミックス。はい父上。こうしてこのクラーケンシュタイン城でお目通りが叶う日が来るなんて夢のようです。いや、お前の日々の精進ゆえだ。聞けばマークスとすら互角に戦えるほどに剣の腕を磨き上げたそうではないか。ようやくアンヤの王族にふさわしい力となった、ゆえにここに呼んだのだ。お父様大丈夫なんですか、ミカミックスお兄ちゃんは。私もずっと聞かされておりましたわ。ミカミックスは私たちとは違い、結界に守られた北の城壁にいなければ危険だと。大丈夫だよエリーゼ、カミラ姉さん。僕だってアンヤ王族の一族なんだ一人なんだ、全然違えし、結界なんかなくたって平気さ。さてミカミックスよ、我がアンヤ王国は東方の白夜王国と今も戦争の最中にある。はい、我ら王族は古の神神祖竜の血を継ぎし神の末裔、神の力持つ我ら王族にとって増兵との戦いなど草刈りに、なんでこれ、なんとかもの。王族が戦場に出れば短期にて一体を滅ぼすことさえたやすい。マークス、レオン、カミラはすでにそれだけの力を持っておる。お前もそうならねばならぬ、アンヤ王族の一人としてな。はい承知しております父上。僕も兄たちに近づくため武術の修練を積んでまいりました。頼もしいやつよ。ではお前にこの魔剣を授けよう。呪われてんじゃねえだろうな。おお、いきなり出てきた、超呪われてそうこれ。ディギ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 ディみたいな音楽が流れそうだな。魔剣ガングレリ、異界の魔力を秘めた剣よ。その魔剣をお前の腕を持って振れば白夜の兵どもを立ちどころに殲滅できようぞ。ありがとうございます父上。さてそれではお前にその魔剣の力を試させてやろう。捕虜どもをこれへ。捕虜、うわー白夜の捕虜っぽい。こやつらを切るのだみたいな。なんだ結構元気だぞ。よいか、この者たちは先の戦闘で捕虜にした白夜王国の者どもだ。お前の力が見たい、その剣を持ってこやつらを倒してみせえ。お供いたしましょう。我らはミカミックス様の剣も同じです。いや今剣くれたからお前剣じゃなくていいから。フェリシア、お前も戦えるな。はい精一杯頑張ります。ミカミックス様、なんだかすごく強そうな相手ですけど、でもでもご迷惑はおかけしません、よろしくお願いします。私はリンカ、炎の部族の族長の娘だ。お前がアンヤ王国の王子か、名は、僕はミカミックスだ。ミカミックス、どうかしたのか。いや何でもありません。私は鈴風、偉大なる白夜王国に仕える忍びの者です。では参ります。なんだこいつら、捕虜にしてはおとなしいな。ミカミックス行くぜ。
これなんだ、なんか説明が出たな。あれは、え、どうかしました？うん、大地に何か力を感じる。これがマークス爺さんが言っていた龍脈。龍脈地形に移動し龍脈コマンドを選ぶと、何選ばない、近づき、ふつかなんだ、近づき、龍脈、風で瓦礫を吹き飛ばし回復床に変える。ほうほうほう、行くぜ。おお、すごいです、瓦礫が吹き飛んじゃいました。さすがはミカミックス様、これで迎え撃つ備えができそうですな。俺行動終わっちゃったよ。油断は禁物ですぞ。この戦いは訓練や余興とは異なるもの、倒されれば命を失うことになりましょう。くれぐれもご注意を。ロス、ユニットのロスト、あ、まあ死ぬとあれだよっていう感じだよね。で、こいつは何兵だ、ちょっとわかんねえな。あのですね、私たちメイドは暗鬼っていう武器で、遠くでも近くでも攻撃できるんです。とんでもねえもん持ってんな。壁越しの敵でも攻撃しちゃいますから頑張ってお役に立ちますよ。マジか、こいつ壁の中にいよ。じゃあ結構進んでくるな、一回の行動で。良いですか。武器には全て相性というものがございます。敵と自分の武器の相性にお気をつけくださいますよう。あのですね、なんだもう説明ばっかりだな。仲間同士くっついて戦うといいですよ。仲間が隣にいれば攻撃の時に助太刀してくれるんです。それが後陣、この陣形こそ勝利の鍵となりましょう。 OK、 回復床で戦うか。基本こういうゲームってちょっと分かんないけど、スパロボとかそうだけど街の方がいいのかな。あ、ここでセーブできんじゃん。舞台表、指南、環境、ちょ環境見てみよう。戦闘アニメ、オンだと戦闘アニメが絶対出て、自軍ユニット、自軍が戦闘に参加するときのみ戦闘アニメを表示します。敵対敵なんてあるのこれ。自ターンのときのみ戦闘アニメを表示します。個別、ユニットごとに、なるほどね。どうしようかな、とりあえずユニットごとにしとこう。あ、ユニットごとってそういうことか、1回の戦闘ごと決めるわけじゃないんだね。スパロボみたいなあれが良かったな。歌、何、違う、杖、歌うアニメってなんだこれ、意味が分かんない。とりあえずオンにしとこう。ゲームスピード、A ボタンを押す間移動等のゲーム進行スピードを速くします。普通、速い、手動でいいや。カメラ距離、近中遠、うん、マップの角度、 AI のスキップ、攻撃妨害、敵の攻撃範囲のみ、ちょっと分かんねえなこれ。チュートリアルは一応オンにしとくか。情報表示簡単、おお、いっぱいある、いっぱいあるな。ヒットポイントゲージは見よう。うんうんうん、会話、イベントボイス、うん、これ微妙なところしか喋ってくんないかな。 OK、 まあいいや、とりあえず来い。おお、来た。我ら忍びの手裏剣は傷は浅くとも戦う力を一時的に奪います。白夜の忍びの力お見せしましょう。ノーダメージ、ノーダメージ、おお、下がった。さてこっからだな。遠距離は攻撃できないからメイドは杖で回復もできるんですよ。こいつ何でもできるな。お怪我をされた時はいつでもおっしゃってくださいね。怪我したわけじゃないけどどうしようかな。こいつ多分でも遠距離で来るからな。くっついて戦いたいっちゃくっついて戦いたい。暗鬼って何？お、攻撃できんじゃん。行くぞ。ああ、こっち進んだってこと？油断は禁物ですぞ。2対2だな。暗い。倒した。こいつマジでメイド姿で戦ってんのか。とんでもねえやつだな。これ行動終わってるけど隣にいると攻撃してくれんのかな。炎の部族の力を思い知れ。くぜ、くらえ。1、相性が良くないんだなきっと、氷と炎だから。おい、なんだなんだなんだ、
攻撃しよう、こいつはもう挟み込め。おお、こいつ馬に乗ってる、いいな。倒した、成敗。くっ、アイアン国名。てかこれさ、自分で倒した方がよくね、経験値的に。きた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 、ノーダメージ、ノーダメージ。ってことはちょっと待ってよ、ここだとあれじゃん、こいつ全然攻撃できねえな。一回外におびき出すか。でこんな感じ、ほい、おおお、これ何の能力が下がったんだ。いて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 、おお倒した、つえへへ、おめえらだけ経験値上がってずるいな。ちょっとこいつ強いから一旦、待って待って待って、こいつで一旦攻撃をして、援護攻撃なしで減らしつつ、くーえ5、3、ダメージはそんなに、なんかすげえダメージを叩き出せるってもんじゃないんだね。攻撃いくぜ、戦いこそ喜びだ、えガングレリ強い、マスター完全に暗黒の剣だなこれ、無念。よーし、レベルアップ。おお結構上がった、ダークプリンスなんだ今。これヒーローってか MVP になるとどうなんの。まあ一回ちょっと説明書も見るべきだな、もはやこれまでですね。手強い相手だった、これが白夜王国の力。何をしている、とどめを刺さぬか。父上、この者たちはすでに戦いません。なんだと。わしはそやつらを殺せと言ったはずだ。そんな、しかし父上、愚かな、無益な殺生は好まぬ。なんだお、こいつ魔法使い、こいつに鎧似合わねえな。おお、あ守った、ええすっとぼけた声出してんじゃねえよ。お兄ちゃん、なんてことを。貴様、父上、お許しください、ミカミックスは何もわからぬ身ゆえの。よいか、マークス、白夜兵どもを殺せ、逆らう者がおればもろともに殺せ。しかしやれ。下がれミカミックス、さもなくば兄さん帰り討ちにしてくれる。うわお、普通にめっちゃ戦ってかやられてるし、なぜ殺さない、白夜は我らの敵なのだぞ。でもなぜかそう思えないんだ、彼らのことを。もうやめてミカミックス、私のミカミックス勝手にお前のもんに なってねえよ。そんな、見てるだけじゃダメだ、行動しろ。まったく仕方ないな。お、なんかやりだした。おお不敵な兄の代わりに僕がとどめを。レオンか、はあ、ですからどうかミカミックス兄さんのことはもうよい、追って沙汰を下す。貴様何した、レオン、なんてことを。いくら敵でも動けず戦意をなくしている敵を殺すなんて。お前まさか。おい、よせ二人とも、戦いは終わった、はあ、お前のその優しさ、いつか仇になるかもしれんぞ。うん、そうだとしても悔いはないよ。そうか、ホルドもの
持ち物を調べたい。死体を私の巨漢に運んでおけ。レオン、さっきの攻撃は、ああ、威力を弱めておいた。命に別状はないよ。父上の命令通り殺してもよかったんだけど。ミカミックス兄さんが落ち込むとカメラ姉さんやエリーゼまで悲しむからね。ありがとう。レオン、方位のこと笑ってすまなかったよ。もう、なんで思い出させるんだよ。レオン兄ちゃん、ナイス。でもきっとこのままじゃ済まないわ。お父様がこのままで終わらせるはずがないもの。元凶は王様じゃねえかよ。これは謀反を企てるしかないな。てか俺白夜報告じゃないの？なんで暗夜王国にいるんだ？それがわからん。いいか、我が弟ミカミックスの優しさに免じ、今回だけは解放しよう。消えるがいい、我が王の目に触れるうちにな。じゃあな、早く行け。どこまでもコケにしてくれる。お前ミカミックスと言ったな、次に会った時は後悔させてやる。いや、僕はできれば次に会った時は仲良くしたい。何？お前分かっているのか、私は白夜王国の戦士、お前たちの敵だ。うん、確かに白夜王国と暗夜王国は戦争している敵同士だ。でも僕はできれば君たちと殺し合いなんてしたくないんだ。早くこの戦いが終わって君たちと平和に暮らせるといいな。お前、暗夜に世間知らずの王子がいるという噂は本当らしいな。次に会う時までその言葉が続くか見ものだな。てかなんで戦争してんの？それだよね、戦争の原因をまずは解明しないと。じゃあこれ2章終わりか。これ結構サクサクいくな。最初は旅立ちの時、これは移動パートとかはないのか。勝手に話が進んで戦闘が、謝るの？謝んないよ俺。私も一緒に頑張る。そしたらお父様もきっと許してくれるもん。俺は悪いことしてねえよ。よーし、スーハー、じゃあ行くよ。お父様、お話が。もうとうとうおかしくなったか、こいつ。父上、おかしくなってしまった。お兄ちゃん。そこにいるのは誰だ？ごめんなさい、お父様、申し訳ありません。お前たち何の用だ？ミカミックスお兄ちゃんはお父様に謝りに来たんですね、お兄ちゃん。いや、そんな謝りに来たわけじゃないよ。はいじゃねえよ、はいじゃ、入れ。見てはいけないものを見てしまったか。ん？これはなんだ？さて、ミカミックスよ、お前は王命に背いた。本来ならば死で継ぐまではならぬ大罪だ。はい。そんな。でもお父様。だがお前はわしの子、このようなことで死なせたくはない。ミカミックスよ、お前に一つ任務を与えよう。見事やり遂げた暁には特別にその罪を許してやろう。本当ですか？どのような任務ですか？よいか、国境沿いの白夜寮に今は廃墟となった無人の、これなんていうの、白砦がある。そこへ向かうのだ。戦いは無用、ただの偵察でよい。分かったな、我が子よ、わしを失望させるな。はい。いや絶対なんかあるよ。戦いは無用ってそんな簡単なわけないし。いなくなってる。もう今のうちに座ってみれば、この席に。あれ、どこに消えたんだ。困ったわね。本当に大丈夫なの、あなたと従者たちだけなんて。心配はいらないよ姉さん、
無人の砦を見に行くだけだから。のんきなものだね、ミカミックス兄さん。父上直々の任務だというのに。そんな様子じゃ無事で帰れるとは到底思えないよ。レオン。レオン、お兄ちゃんってば、心配しすぎ。せっかくの旅立ちの時に不吉なこと言わないでよ。うお。え、エリゼ、お前脳天気すぎ。やっぱり私も一緒に。なりません。おお、こいつはなんだ、怪しすぎる。超怪しいんだけど。軍師、マクベス、どうしてなの？いいですか？ガロン王様はこの偵察業をミカミックス王子への試練だとおっしゃっています。ミカミックス王子にいずれはこの国を治める王族としての資格があるのか否か、それを試させようとしているのです。手助けをしては意味がありません。わかった。必ずこの任務成し遂げてみせるよ。待つがよいミカミックス。またシャシャリ出てきた。ああ、この者を連れて行け。これ絶対監視役だよ。連れてかねえよこんなハゲ。ガンズ。この男はガンズという見ての通り王国切手の怪力の持ち主よ。お前の任務の助けになるであろう。ありがとうございます。父上。ミカミックス、あの男、ガンズには気をつけろ。え？それって、ああ。あの男は過去、数々の略奪や殺人を重ねてきた重罪人だ。父上によって兵に取り立てられたが、決して油断するな。OK。ハゲごときに負けはせん。暗夜城大野間。これ何？どんくらい離れてんの？めっちゃ離れてそうなんだけど。おお。なんか戦闘の予感。ここは、ここは無限渓谷、暗夜と白夜を分かつ果てしない谷です。へー、すごい高さだね。谷底が見えない。はい。谷底は無限の闇に続き、落ちた者は決して戻らず、空は悪運立ち込め、飛行する者を雷が襲う。本来ならば避けるべき危険な道です。しかしながら吊り橋を渡らずに白夜王国に行くとすれば、大きく迂回せねばならず、ガロン王が命じた期限までに任務を果たすにはこの無限渓谷を渡るほかないのです。そっか。でも大丈夫、こんな谷恐ろしくなどないさ。あの高い塀に囲まれた城塞の中だけで生きてきた日々と比べれば、どんなものも僕にとってはワクワクするような冒険としか思えないんだ。おお、さすがはミカミックス様。では参りましょう。おお、なんか来た。これはなんだ。バカな、なぜ白夜王国の軍隊がこんなに。待て、やはり来たか暗夜軍め。何、暗夜軍だと。この橋は両国の間で交わされた不可侵の掟に守られている。速やかに引き返せ、さもなくば武力を持って対抗せざるを得ない。どうしましょう。戦うしかねえだろう。え、引き返すの？無益な戦いは避けよう。一旦引き返す。はい。え、本当に？そいつは困るな。何？お、できた。はめられた。ちょっと待って。こいつは俺たちの味方じゃないんだ。死ね死ね。うわー、マジはめられたよこれ。このハゲ。ガンズ。どうしてだ。どうして勝手に白夜兵を殺した。話し合えば分かるはずだった。一旦引いてもよかったんだ。それなのになぜだ。噂通りの甘っちょろい王子様だ。この甘さのせいでここでくたばるわけだがな。なんだって。裏切るかこいつ。全軍に次ぐ、暗夜軍を生かして返すな。行くぞ。いかん、ミカミックス様、戦いの備えを。制圧。制圧って何？こうなった以上やむを得ませんな。陣形を整え敵を制圧いたしましょう。ミカミックス様、陣形には2つの種類がございます。1つは敵と隣り合って戦う攻めの陣、攻陣。もう1つは味方と身を寄せ合う守りの陣、防陣。攻陣と防陣、
2つの陣形の使い分けが肝要となります。え、なになに、味方の隣に移動して、まあ、とりあえずこいつもうハゲの力ちょっと見るか。あれハゲ動かせねえじゃん。おいマジかよ、ハゲ敵扱いか。防塵、ほい、あーあれ合体した。こいつはなんか遠くからでも攻撃できるって言ったかな。おー食らえ、お強え。これどうなの、食らえ、めっちゃ強い、めっちゃレベル上がる。自分だけしかレベル上がってない気がするんだけど。よかった。基本的にはやっぱ力が強いな。わあ、あいつ勝手に動いてんな。向こう岸の敵部隊、厄介ですな。あの数は突破できそうにありません。ハゲをおとりに使えばいいじゃん。橋はこの一本のみですが、ミカミックス様の龍脈ならば新たな道が開けるやもしれません。龍脈ってどうやって使うの。あ、ここか。なるほどね。あのハゲ沸かしとくか。じゃあ包帯下ろすって何、馬から下ろすってこと。杖人交換待機、ちょ、わかんねえコマンドガンだ。おら行けハゲ、死ね死ねうわもう死にそうなんだけど、あいつハゲ終わった。ここに来て龍脈っぽい、行くぜ。おお、が崖が、一体何が起きたのだ。大地を作り変えるなどまるで神様の所業。そんな言わなくてもいいじゃないか。これ合体すると移動力落ちるか、死ぬぞ。これだけ暴れりゃ十分だろ。おめえ何もしてねえだろ。こんなところで死んでたまるか。とっととずらかせてもらうぜ。何の役にも立たねえな。王国一の怪物とやら怪力か。よいしょ、この人数倒せんのか。敵動かねえなこれ。上のやつらも倒したいっちゃ倒したいんだけどな。どうなんだろうな。交代って何、あこういうことね。下ろすって何、ああ一体一体に分離するってことね。なるほどね。ちょっと上来た、全然弱えや。とりあえずじゃあここに行って攻撃と。3残るか。あ、いいや、くーらえ。お、反撃はされない、弓だからか。でこいつはじゃあこのままこいつを倒すか。ちょっとレベル上げとかないとね。こいつらレベルいくつだ今。まだ戦えるな。こいつのレベルが、あ、3か、3、4、こいつ1だ。ちょっとここに置いとくか。そうすると一旦ちょっと回復させよう。ライブ20って何を20使うの、わかんねえな。こんなシーンは超どうでも。おお、レベル上がった、やった。回復でもレベル上がんのな。やりました。いや強くなってないよあんまり。うわやるな、いくぜ。準備はいい、くらえ。若さにはかなわんな。で、これで攻撃して、負けはせん、いくぜ、くらえ。うわ、ひょんわ、あ、いた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 、やべやべ、めっちゃ食らっちゃったよ。攻撃開始。大丈夫です、くらえ。うまくいったね。この魔剣強えな。装備とかはないのかな。まだ敵いるのかな。やべ死ぬ、死んだ深手を負っちゃったみたいです。一旦後ろに下がりますね。死亡はしない。このまま攻撃しよう。しっかりしてください。行くぜ、くらえ、くらえ。よーし、頼もしいね。
レベルアップ。レベルは結構上がるな。なんか言ってたけど飛ばしてしまった。攻撃。くらえ、突撃。すまない。よしよしよし、いい感じだ。あいつ死んだけど。これ回復アイテムないのかな、ポーションみたいなのは。ここにいると一応回復するけど。あ、くっついちゃった。ん？下ろす。全然進めないな、ここ。救出ってなんだ。来るか。いけー。強い。これはボスを倒すか。71% か。よくも同胞を攻撃したな。貴様はこのモズが撃つ。馬乗りに勝てると思うな。おお、ノーダメージ。お、また出てきたか。あ、そうか、かける2って書いてあるのは2回攻撃ってことね。だが貴様はこれで終わりだ。くらえ。成敗。おのれ、暗夜軍名。おお、レベル上がらなかった。とりあえずボスっぽいのは倒したな。味方がここで制圧を行うとマップがクリアできます。いや、あの2人もな、倒したいからな。うわ、ミスった。マジか。やべやべやべ、これやべえよ。うわ、敵だ。ん、敵の増援のようですな。ミカミックス様ご注意を。マジか。これどうすりゃいいんだ。これってかマジやべえな。とりあえず攻撃しとこう。くらえ。これ自分が死んだら終わりとかあんのかな。すげえ。このじいさんマジ強えんだけど。ちょっと俺マジピンチだから、これで守ってもらおう。ガード、くらえ。オッケーオッケー、レベルアップ。2人ともレベルアップ。てかこれさ、レベル上げできないじゃん。マップがどんどん進んでったらめっちゃ上がったな。あ、なんか喋るだけだ。いてててて、てど、超進んでくる。制圧するか、もうとりあえず。 OK。 ミカミックス&ギュンタ MVP。 よし、これで父上の任務は果たせたか。お、なんか来た。貴様、暗夜軍の将だ。俺は才蔵。喋ってきた。白夜の忍びだ。貴様の命もらい受ける。しまった。派手ちえ。そうはさせん。なんか来たぞ。これは、貴様は間に合ったか。無事でよかった、ミカミックス。普通にマークスかよ、マックス兄さん。お、いっぱい来た。悪運強いね。大丈夫？これ悪運短所にしたら死んだのかな。とても心配したのよ。みんな怪我をしているよ。安心なさい。死にそうだったかんね。ミカミックスをいじめる悪者はお姉ちゃんがみんな殺してあげる。ふふふ、見ててね。怖え、こいつ。うお、マジか。 あれがしとやかなカメラ姉さん。そっか、ミカミックスお兄ちゃんは戦場のカミラお姉ちゃんを見たことなかったのね。かっこいいでしょう。えへー。みんないいの乗ってんな。馬だとかフェニックスみたいなの。水産いたした。サイゾウ、守備はいかに。しくじった。やつら相当に手強い。カゲロウ、増援はお前一人か。いいな。まもなく龍馬様の本体が到着なさる。龍馬様が。ならばこの戦俺たちの勝利だ。
敵の増援か。さらに後続も来るようだな。なるほどね。どうする兄さん。そうだな。目的は果たした。無駄に命を奪う気はない。ミカミックス、お前はギュンターと先に戻れ。私たちも後から追いかける。うん、分かった。しんがりは任せたぞ。おお、この橋崩れ落ちねえか。こんな馬で行って。フェリシアは？大丈夫です。我々の後からすぐ参りますゆえ。さあどうかお急ぎを。橋を渡りさえすれば安全です。フェリシアだって深で追ったじゃん。返すわけにはいかねえな。ガンズ、何？どういう意味だ？こういう意味だよギュンター。貴様測ったな。うわー、やられた。あっけない。人の死はこうもあっけないものなのか。ギュンター、なぜだガンズ、なぜ仲間を。おもりが消えて寂しいか。なら谷底で二人仲良くやりな。許さん。うわ、なんだ。ギガドリルブレイク。記憶もギュンターを、仲間を、ガンズ許さない。なんだこいつは。これが螺旋の力だ。まさかお前。許さない。ガンズ、なぜ仲間を殺した。なぜ僕を狙う。答えろ今すぐに。俺は命じられただけだ。アンヤ王ガロン様に。なんだって。父上に。待てガンズ。おお、そういや魔剣持ってたな。おーおーおーおお、魔剣に誘われている。やはり呪われし武器だったが。誰かシャナックを俺にかけてくれ。どこまで落ちる。おお、誰か来た。誰これ。おお、リリスじゃないか。我が祖、我が神、我が地、我に力を。なんだ、変身したのか。ちょ、いまいち分かんなかったな。おお、リリス、君は。おお、化け物になったこいつが。いつかこういう時が来るのではないかと思っておりました。私は人間ではありません。人間じゃない。はい、私はミカミックス様に命を救われた竜です。これ竜なの。きっともう覚えてなどいらっしゃらないでしょうけど、怪我を負ってあの厩舎に隠れていた醜い獣の私をあなたは優しく解放してくださいました。その時から私はあなたに一生お仕えすると決めたのです。でもそれももう終わり。この身に余る力は、この身に余る力を使った私は二度と人間には戻れません。でもいいのです。こうしてお話しすることももうじきできなくなるけれど、それでもミカミックス様が生きていてくださるのならそれで。おお、くこのままじゃ危ない。お前だけでも逃げろ。竜僧、ん？人僧竜よ、何時が地に我らを迎え。う、とりあえず助かったか。なんだここは。ここはミカミックス様が暮らす大地とは異なる世界。正解です。正解？君がここに連れてきてくれたのか。はい、人祖竜の加護を受けたこの地でならこうしてお話しすることができます。ミカミックス様、ここなら安全です。ゆっくり休息なさってください。今お休みになれる場所をご用意いたしますね。
勝手に連れてくんじゃねえよ。おー、なんだ、いきなり出てきたぞ。今のは龍脈？そうです、この異界は龍の力で満たされていますから。時空を司る清流の加護を受けたこの世界は、龍脈も時間の流れも元の世界とは違います。まさか。こんな世界があるだなんて、まるで夢や幻みたいだ。ここには他には誰もいないの？はい、この場所には私しか。父も母も仲間と呼べる存在もみんないなくなってしまいましたから。すまない。辛いことを思い出させたね。いいえ、良いのです。私はあなたと出会い、一人ではなくなったのですから。さあミカミックス様、今はごゆっくりお休みください。え、こんな広いとこ一人しかいないの？こいつはそしてここで暮らしていくのか。ミカミックス様、お体はいかがですか？ありがとう。もうすっかり元気だよ。ここにいると傷がみるみる治っていくみたいだ。よかったです。それではミカミックス様、元の世界に戻られますか？うん。みんなのことが心配だ。わかりました。ですが一つお聞きいただきたいことがあります。私は無限渓谷で異界の門を開きました。元の世界に戻るということは、門を開いたあの場所に戻るということ。あの地は白夜王国との国境、白夜兵と出会う危険もあります。わかった。覚悟していこう。それでは門を開きます。結構簡単に開けんだな、門って。相変わらず魔剣を持ってんな。戻ってきたみたいだね。マークス兄さんたちはもういないのか？暗夜兵か。誰だ？お、うわ、切られた。完全に今切られたぞ。死んだ。ゲームオーバー。というところで今回はこれで終了したいと思います。